はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブのホープンからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、ですね、ティーコンさんとフレ戦やりました。いやー、強かったですね。内容的に悪くはなかったと思ってるんですけども、まあ、結果4つの星さ。まあ、こっちの村っていうのも結構、未完走の村なんかも結構あったりして、そういうところをね、ボコボコにやられちゃったりっていうのもあったものの、まあ、やっぱり層の厚さっていうのを、見せつけられたところがありましたね。GWC、J1、で前期戦ってらっしゃったので、20人の戦いっていうのは本当にね、もう全員が、レベルの高いところにいらっしゃる方ばっかということで、まあ、カンクラ側正直言うと少しね、こうレベルにやっぱばらつきがあります。まあ、そこら辺のね、差っていうのが今回この、4つの星の、まあ、差に、出たのかなというふうな、まあ、印象なんですけども、ね、本日ですね、見ていきたいのは、ドラゴンですね。この前、タウンホール11のドラゴンがめちゃめちゃ強いですよ。天才ドラゴンが強いですよって話をしましたけども、タウンホール13でやっぱドラゴンやろうと思うと、まあ皆さんご存知の通り突撃艦スーパーウィザードですね。こいつが強いというところで、で、そのね、突撃艦スーパーウィザードドラゴンが、まあ、刺さる村の見極め方ってところをですね、まあ今日はお話ししようかなというふうに思ってます。あと、それプラス、突撃艦スーパーウィザードを使ってからの、ディガホグっていう戦術もあります。で、これも、やっぱり考えていたときにどういうふうに使い分けるのかなというところをですね、本日のメインテーマにできたというふうに思ってるんですけども、これ、ジョーカーさん相変わらずうまいですね。いいところに入れます。このチェーンがしっかりその中央のマルチインフェルノにも入ってました。これね、自分、プラン相談を受けた時に、壊せないんじゃないかなと思ったんですけど、この位置関係って壊せるんですね。ちょっと、いきたいと思いますけども、ここ。このタウンホールから、この1マス分ここがね、空いてるじゃないですか。こういう関係って壊せるんですね。僕、ギリギリ届かないと思ってました。やっぱこういうところ、ジョーカーさん見極めうまい。で、この段階で、1個ですね、インビジの呪文残しているんですね。で、これができるのが、ね、突撃艦からのドラゴン、強みかなっていうふうに今個人的には思っています。で、今回ジョーカーさんが、やっているこの配置、おそらくですね、クイヒーでもいけないことはないと思います。なんですけども、まあ多分ジョーカーさん、クイヒーそんなに、クイヒーディガゴか、そんなに使うタイプではないので、今回、比較的使い慣れている空ユニットを選択したというところがあるのかなと、まあ、自分なりの、まあ、考察ですかね。まあ何度も言いますけども、おそらくこれ自分だったらディガホグでいきますね。で、援軍に関してはこれおそらく、ドラゴンはバルーンが吸ったのかな、バーバリアンキングが吸ってしまう位置にいたけども、まあそれ以前の問題で、まあドラゴンたちに反応するスパーガゴとか、あとは、ストライカーが入ってたと思うので、そういうところを吸ってましたね。外周に回ったキングとクイーンがしっかりとカットをしてはいるものの、このまま一回ドラゴンがこう突き抜けます。突き抜けてからぐるっと戻るようなイメージですね。で、自分がですね、ドラゴンを選択するときって2つ大きく見るポイントがあります。1つは、クロスボウの対地対空の差。で、対地が4本とか3本とかあった場合には、ちょっとドラゴン考えますね。対地が2本ぐらいだったら、で、しかもそれがまあ突撃艦で壊せちゃうようなところにあったら、まあまあ、ディガホグでいいのかなっていうふうに考えるところが、あるかなっていう気がします。で、もう一個は壁の作りですね。今回自分がディガホグでもいけるんじゃないかなって思ったのは、こういうところ、壁に隙間が空いてますよね。こういうところ。空いてるんで、こういうところをクイーンをこう通せていけるんですね。こういうふうに、ニュ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 っとこういうふうに。そうすると、ディガホグのルートっていうのが、ここまで突撃艦でこう壊すじゃないですか。こういうふうに。こう限定できるわけですね。こう比較的限定しやすくなる。こういうところ。こういうところですね。ディガホグを通すと、このぐちゃぐちゃってなったところ。こういう限定するのに使うためのクイヒールートっていうのが確保できるような配置の場合には自分結構ですね、ディガホグを使います。で、今回、ジョーカーさんは多分使い慣れているドラゴンの方を選んだんだと思うんですけども、おそらくどっちでもいけたんじゃないかなとは思います。まあまあ、でもそれにしてもドラゴン3体残して、アーチャークイーンが生き残ってベビドラもいて、グランドボールでもしっかり体力マックスの状態なんで、非常にうまいアタックですね。序盤の突撃艦スーパービザードのアドバンテージがかなり効いていたんじゃないかなというふうに思います。ちょっと間挟みましょうか。一本だけ挟みます。ごめんなさい。僕がですね、取った前回はこれ。ディガホグで行ったんですけども、明らかにこれはディガホグで行けるなと思った村でした。ここにね、トルネードトラップとかがあったらどうしようかなと思ったんですけども、なんでか行けたかっていうと、まずインビジの呪文3発、を積むのがね、自分的にこのディガホグやる場合にはもうマックスかなって思ってます。マックスですね。
イガホグをする場合にはインビジの呪文を3発積んで1発目使って2発目使って3発目使って、必須の、なんだ、仕事っていうのが相手のタウンホールを潰す防衛軍を全部釣り出す、これが、少なくとも最低限やるべき仕事です。今回は、あとは投石機の真上にスパビーズを落とすので、まあ、そこにねしっかりと、スパビーズのチェーンが入ってほしいと思ったんで、3発か、インビジ持ってきましたが、通常2発ぐらいで回したくなりますね。じゃないとなかなかですねディカホグに咲く呪文が少なくなっちゃって、で食い火もやっぱ呪文サポートいるじゃないですか、こういう風にこんな風にいるので、そこに対して使うためのレイジとか、あとフリーズが準備できないような、インビジの呪文の数を積まされる配置に対してはドラゴンの方がいいと思います。なんで、こんな感じですね。しっかりとタウンホールとあとは、援軍の処理、この辺ができた上で、インビジの呪文が2発ないしはまあギリギリ3発で済むような、村を選べる場合には僕はディガホグでいきますね。まあ、クロスボウ結構対地も多かったので、まあ、厄介だったんですけども、まあまあ、その後やっぱヒール2発プラスフリーズ1発、積んでいけるので、まあ、それをふんだんに使ってここからですね、突き進んでいくというところですね。あとはまあスーパーウォールブレーカーマストですね。こんな感じで、アーチャークイーンを中にこう入れていかないといけませんので、まあ、こういうふうなことができるような、スーパーウォールブレーカーの付け方を要求されるっていう意味では少し、慣れがいるかなというところはありますけども、ちゃんと呪文をですねフリーズあとはレイジ準備できていたおかげでアーチャークイーンここでちゃんとクローク発動してシングルインフェルノを壊していくことができていると。でその後もやっぱクイヒーの状態で延命し続けることができているんで、まあ、それが、このクイヒディガホグを伸ばすための要因だし、まあ、今回伸ばせた要因、まあ、どちらにもなるのかなというところですね。はい。まあ、この辺はちょっとおまけなんで軽く流しましょうか。サクッとね、流して。まあ、今日のメインはドラゴンです。なので、こういうクイヒフードが描ける。あとは、インビジの呪文の数っていうのが、まあ、最低でも3枚、最低でもっていうのかな、多くて3枚ぐらいで済む。で、タウンホールとか、あとは、クランチを壊せる場合っていうのは、ディガホグを選ぶし、逆に、それができない、もっとインビジいるよとか、あとはクイヒルとかうまく描けないとか、ないしは、今言ったクランチと援軍を釣るっていう仕事ができないっていう場合には、ドラゴンの方がいいのかなっていう気がします。ディガホグはね、やっぱスパウィズとかがで、あ、スパ加工とか出てきちゃうと、一気にそれで、なんだ、ディガホグが溶かされちゃったりするんで、まあ、そこが苦しいですよね。こんな感じですね。次、ビンディさんの、アタック。やっぱりインビジ4発積んでますよね。4発積んでるんで、さっきの自分のディガホグと比べると、ポイズの呪文持てないんですね。なんで、まあ、そういうところで食い火をやる場合には、やっぱポイズってどうしても持ってた方がいい呪文なので、あった方が安定するし、というところで、まあ、そこら辺の差が出てきますね。こういうところに。インビジをかけて1枚目。で、1発打って2発目に入る前に2個目のインビジを効かせる。うまいですね。で、3発目以降は2発目の、攻撃を出す瞬間くらいを狙って打っていく。またここでもう1枚インビジを落とします。最後、非常にうまいですね。タイミング最高。さらに、ここにある、クロスボンにもインビジがかからないようにしているので、まあ、それもちゃんとスーパービザードが壊してくれるということで、めちゃくちゃアドバンテージが取れてます。クロスボン4機あったものが、これでもう、1機になっちゃいましたね。ものすごい。で、さらにタウンホールが壊せているという状況なので、まあ、こうなってくると厳しいですね。で、今みたいに、4発インビジを使いたいという場合には、僕はやっぱりドラゴンを使うかな。そこまで、なんだ、クイヒをするのに呪文を、スパビズパートに、咲くとなると、少しあと苦しくなるので。で、今回の僕の村もそうですね。おそらくこれ、食い火でもいけたかもしんないですね。この辺に隙間がこうあるじゃないですか。こういう隙間があるので、この辺の隙間っていうのを、ちゃんとこうクイーンが中に入っていくように、ルート作れさえすれば、まあ、それでいけたかなっていう感じですね。今回、ビンディさんもうまいですね。ここ、しっかりと破壊しているので、これ食い火の誘導を狙ってますね。中に入れようという誘導。で、その思惑通りにも食い火が中に入るルートを進んでいってますね。こうすることによって、ドラゴンたちをなるべく中に入れていこうという意図が伺いますね。ロイヤルチャンピオンでしっかりさらに外周削っていって、ドラゴンたち、この中央部に入ったドラゴンたちが、中心部に向かっていくようなイメージのルートを描いています。いやー、美しいルート作りですね。まあ、最後、テスラモリが入ってたんですけども、これも初見でやられました。やっぱり、ビンディさんうめえな。Tコンさんのやっぱりエースアタッカーの一人なので、
こういうスパビズでアドバンテージが取れちゃう村を準備して臨むともう太刀打ちできないですね全然守れる気がしない、ここまで来た段階でだってアチャクイのさクロークは残ってるし、ドラゴンなんなら4体スパカゴ3体いるし、グランドウォーデンピンピンピンだしロイヤルチャンピオンもいるし、ヒーローやっと今1体倒したっていう感じじゃないですか、ロイちゃんを。こんだけ終盤残されちゃうと、まあ、ちょっとぐらい外周に優位とか回ったところで関係ないですよね、もうね。圧倒的な火力の力で一気に最終核、スケトラとかですね、テスラ準備しようあったんですけども、クロークもまだ入ってない状態で押し切られていったというところでしたね。うまかった。まあ、今回の村も、おそらく慣れてる戦術っていうのを、使う方がまあいいっていうのも一個あると思うし、どっちも使える場合には、自分はさっき言ったようなところで使い分けをしてるというところですね。まあ、ドラゴンは今本当に使いやすい戦術の一個になってきてるんで、使えるようにしておくといいかなっていうところは、ある気はします。でもう一個、ですね、三毛猫さん、これ多分初ドラゴンの全開じゃないかな。ビンディさんやり返すって言ってて、僕と三毛猫さん仲良くビンディさんに思いっきり全開食らってですね、4番5番こう仲良く揃って全開されてのスタートだったんですけども、やり返すということで、この村はね、まあ、テンプレ村になるので、よく皆さんがテンプレ、この村攻めるときにやる戦法ですね。ラバからのバビーズドラゴンで削っていきます。で、これもしっかりタウンホールにアプローチできてるのがうまいですね。若干、インビジの呪文が早い。ですけども、ここ今のタイミングは結構いい感じでしたね。最後の一発はいい感じに効いた。このマルチが残っちゃったのが痛いかなと思ったんですけども、ギリギリスパビズが倒してくれて、これで助かりましたね。この安い模様を言えば倒したかった。で、ドラゴンをやる場合に、覚えておかなきゃいけないテクニックが一個あります。これ中心部、ここをスパビズでこういう風に削るじゃないですか。そうすると、ここが残りますよね。ここ残る。残ったところをどう処理するかっていう話なんですけど、これドラゴンウォークってよく、皆さん呼んでます。ドラゴンを2体3体こう出してじっくり削るんですね。時間切れやっぱ怖いんですけども、これやっても全然時間は問題なしです。2分、30秒弱ぐらいで全開までいけるのかな。こんな風にドラゴンたちをカットに使ったドラゴンがそろそろ本体と合流するなっていう出すポイント、ここと決めておくんですね。でそこに合流するかなっていうぐらいのタイミングで本体ドラゴンをバーッと出してきます。今回のミケさんちょっと早かったんで、ドラゴンみたいにこっちに逸れちゃいましたね。戻っちゃいましたけども、もう少し待ってもよかったかもしれません。まあ、ただ、結果的にはそのドラゴンたちがいい仕事をして、この安い壊してくれるんですね。まあ、そのおかげで本体のドラゴンたちっていうのが結構いい感じで、安いの影響を受けずに仕事ができてるというのもあります。で、もう一個、ドラゴンを使う場合注意するのがヒーローの使い方です。で、むしろですね、これ、ドラゴンがメインじゃなくてヒーローがメインだっていう人がいるぐらい、実はヒーローパートすごい重要です。今この段階でミケさん、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオン、バーバリアンキング全部生きてますよね。これ非常に重要で、こいつらがこの外周から一層内側、この辺までを全部こう破壊してくれるんですね。で、それができるのはなんでかっていうと、ババキンを盾にしながらアーチャークイーン進ませてる。まあ、これも非常に重要なんですけども、中に入っているドラゴンたちが、しっかりと、こう中心部から、タゲを取ってくれている。中に入って、タゲを取り続けてくれている。で、対地の、大砲とか、こういうのはもうしょうがないですね。ババキンが受けるしかないんですけども、対空系のアチャトとかクロスボウとかに関しては、極力やっぱりドラゴンが受けてくれる。で、ことによってヒーローたちが伸びに伸びて、外周部分っていうのを削りに削ってくれるということですね。ロイヤルチャンピオンも上手かったですね。ここからロイヤルチャンピオン入れていって、しっかりとこの外周部分をこう歩かせていったおかげで、アーチャークイーンと一緒になってこう動いてくれた、ロイヤルチャンピオンのカット効果に相まって、ドラゴンたちがこう中心部をぐるっとね、ぐっていくような、ルートが作れたというところですね。非常にナイスなアタックでした。これ結構ね、ミケさん、最初緊張されてたんですけどね、この場面できっちり決めてくるあたり、最近ミケさんの技術がやばいですね。もともとネクロマンサー系の鮮明はうまい、ことは分かってたんですけども、ついにスパービスドラゴンに手を出したかと。で、この二つを多分極めてしまうと、大体の村が、今のこの環境取れてしまうんじゃないかと思うので、やばいですね。ジュンクさんがですね、教えてくれた、ネクロの使い方っていうのをミケさん結構見てくれてるみたいで、よろしければね、私の、2020年の12月、どれくらいだ、20日ぐらいかな、に出した動画で少し前ですけども、あるので、
まだご覧になってない ネクロに興味ある方もぜひね見てほしいと思うんですが、それをねもう実践できちゃっている状態でこのスパビットラゴン使えちゃったらと止めらんねえなというかね。ラストキリショウさんいきましょう。キリショウさんのねこのアタックもまあうまいんだ。村もねちょっとねこれはいかにももうスパビットやってくれ村になってるのはまあそこは否めないと思うんですよ。だけどちょっと面白いのがさ、これ呪文ほとんどドラゴンに使ってないんですよね。てか一発もドラゴンに使ってないんじゃないか疑惑があるぐらい、レベル生成レベルの少し低いので、まあそういうところはねあるとしてもですね、ここしっかりとライトニングクエイクで折り切って、でさらにですよ、ここに突撃感入れていくんですね。でここに巨爆2連とかあったらよかったんですけども、1個しかなかったので、でこれでちょっとねスパビードを倒しきれず、そのままスパビードが乗っかってここチェーンをガンガンここのクロスボウを投石機を折って、さらにここイーグル砲からクロスボウにチェーンを入れていくこんな感じで、これ本当にギリギリ残るって欲しかったんだけども、これまで折られちゃったんで、こうなるともうもうですよ止まらない止められないですね。でやっぱ今回もドラゴンウォークやってますね。これ非常にうまい。ダメージそんなに受けないところ、ドラゴンたちもこれ見てもらって分かる通りノーダメージでカットしてるんですね。こういうところをしっかりカット決めていくことによって、主力のドラゴンたちっていうのが束になって進めるようなルートを作っていくわけですね。で、外周部分に関してはこういうところですね、キングとクイーンを当然入れていくんですけども、なるべくキングとクイーンっていうのは、おそらくですね、こっち側のカットをさせたかったんだと思います。すみません、過ぎちゃった。投石機にやっぱり、向かわせたくないっていう思いがあったと思うので、そこに向けてこうカットを入れてますね。非常にうまい。ベビドラでカットを入れて、なるべくドラゴンが、序盤、ヒーローなしで中心部に向かっていくように仕向けた上で、キングクイーンをこの外周部、少し、先から歩かせることによって、こっち側をしっかりカット。ってドラゴンたちが投石機に向かうようなルートを作るというところですね。おそらくこれフィストも使ってもよかったと思いますけども、ドラゴンが投石に向かっていくからいいかなということで、おそらくやらなかったのかもしれないですね。ちょっとでも本体が流れちゃったからやべえっていうんで、多分今フィストを使っているという段階なのかな。この時点まだロイヤルチャンピオンいませんからね。で、こんだけのドラゴンが残っている。まあ、アドバンテージ的にはもう序盤のライトニングパートと、突撃艦スパビスパートでだいぶ取れてるので、まあ呪文1個もドラゴンに使わずに、ゆっくりした序盤のドラゴンウォークから、ヒーローのカットの方法まで、まあすごいこのアタックはドラゴンを使うため の技が詰まっていると言ってもいいですよね。なんかドラゴンっては呪文の恩恵がなくても、まあ、そこそこ強い単体として、突破力のあるユニットなので、まあ、その、力を最大限に生かすためにライトニングあとはスパビズパートでドラゴンのルートを作りながら、火力を潰していくという仕事をしているところからの展開、非常にお見事ですね。やっぱり、改めて見てみると、ヒーローの使い方ですよね。こういうところ少し、ドラゴンたちが出てくるのがここなんですけども、自分だったらこういうとこから、ね、出してしまいそうになりますが、ではないんですね。少し奥側から出していく。で、序盤のこういうところっていうのはベビドラでカットしていくっていう、こういうテクニックだったりとか、ヒーローを最後までちゃんと活かしながら使うっていうところを意識しているので、序盤にヒーローを無駄殺しさせないような、無駄死にさせないような使い方をしてるってことですね。あともう一個これ、援軍。この援軍もおそらく釣りたくなかったんだと思います。なので、なおさらですね、こっち方面から出すということに、意味があったんだと思いますね。いや、素晴らしいアタック4つ見てもらいましたが、どうでしたかね。まあ、まとめますと、やっぱり突撃艦パートで、タウンホールを壊しながら周りにチェーンが入れられるっていう村に関しては、突撃艦スパビズ、使う価値大いにありますよね。で、今回のジャイアンさんの村みたいに、食い火してもあんまり美味しくないような配置になっている場合っていうのは、クイヒーよりもむしろドラゴンの方がいい、ディガホグよりもドラゴンの方がいいかなというふうに思うんですけども、他の村みたいにこういうところにこう切れ目があったりして、クイーンが、こうギューッとこうね、中にこう入っていきながら、先に進んでいけるようなルートが描けるような村の場合には、まあ、むしろクイヒーで外周削って、外周部分の、壁の一層内側ぐらいまで削っておきながら、中をディガホグで通すという手もあるし、あとまあ、陸のクロスボウが多い場合には、ドラゴンの方がいいし、逆に対空が多い場合には、まあ、ディガホグの方がいいしと、いいところで使い分けてもらったらいいのかなという気がします。まあ、ラストは、
インビジの呪文ですね。今回もこんな風にインビジの呪文4発で、今回ライトニングをこんな風に積んでるので、まあ、これでアドバンテージがしっかり取れるっていう場合には、ライトニングプラス、スパビズドラゴンが非常にいいんですけども、このスペルを先に使っちゃってディガホグ使うと、まあ、ディガホグ当然全部溶けちゃうので、こういう風にその、ヒールの呪文をある程度まあ2枚以上最低積めないとか、食い火のためのレイジを積めないとか、いう環境、まあ、詰まるところ、あれかな、最高でもインビジ3枚か、ぐらい、で収まらない場合には、食い火ディガホグしちゃうと結構厳しくなるので、まあ、そこら辺は、ドラゴンに切り替えた方がいいのかなと、まあ、いうところですね。このあたりっていうのを参考にしてもらいながら使い分けてもらうのがいいんじゃないかなと、個人的には思っております。というところでですね、いや、新年も、まあ、GWC が速攻始まるんでね、頑張っていきたいと思うし、楽しみですね、シンプルに。今、カンクラのメンバー、すごくね、めきめき上手くなってるとこなんで、自分も含めてだと思う。いや、自分含めてじゃないな。むしろ僕結構止まってるな。周りのメンバーのが上手くて、最近ほんとね、よくジョーカーさんに怒られるんですよね。それは違いますよみたいな感じですいませんみたいな攻めがねちょっと皆さんについていけるように自分も頑張っていきたいと思うし、うん、まあ気軽にですね、カンクラ遊びに来て、なんだ一緒にあーだこーだ言いながらですね、切磋琢磨できるメンバーいつも募集しておりますので、皆さん興味あったらぜひ来てください。 T コーさんもおそらくですね募集しているかな。でもまあ今 GWCJ2 に変わったから、ちょっともし行かしたら今、募集しているかどうか分かんない、聞いときます。まあ、いずれにしてもね、カンクラ募集しますので、ぜひぜひお気軽に、お越しいただければ幸いでございます。ということと、もしこの動画が参考になっているということであれば、グッドボタン、チャンネル登録してもらえるとすごく嬉しく思います。また、ダンホール13、12、11と幅広く扱っていきますので、これからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では、本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。